ですね、異物の混入が続きまして、まあ、これ、まあ、消費者問題でもあると思うんです。まあ、本来このように、まあ、あの製品が、まあ、いろんな、ことがあったらですね、配布はやはりやめるべきですし、まあ、全量を、まあ、回収するということが、まあ、本来製造した会社などは、することになります。ですので、まあ、今の状況、マスクの状態、そして、市中でマスクが出回っていることを考えると、もうマスクの配布は、まあ、中止しても良いのではないかというちょっと観点から、何点かお聞きをさせていただきたいというふうに思います。その前にですね、なんかこのなかなか事実がよくわからないという部分があります。例えば、これはさまざまな予算で、やってるわけですけども、令和元年度予備費で、契約したマスクもあれば、令和2年度予備費で契約したマスクで、介護施設用であったり全校配布用であったりで、それぞれちょっとこれもし分かるようであれば教えていただきたいんですけれども、令和元年度予備費で契約したマスクが何枚、配布済みが何枚か、令和2年度予備費で契約した介護施設等分のマスクが何枚で配布済みが何枚か、令和2年度予備費で契約した全校配布分マスクは何枚で配布済みは何枚かという、今現状どうなっているのかということについてお答えいただければと思います。お願いいたします。小島厚生労働大臣政務官。お答えをいたします。数を申し上げますが、全校配布向け6550万枚、介護施設等向け2000万枚、妊婦向け50万枚でございます。尾辻君。すみません、私が聞いたのはですね、令和元年度予備費で契約した介護施設等分は誰か、で令和2年度予備費で契約した介護施設等分は何枚か、そして全校配布分も令和2年度予備費で契約したのは何枚かということになります。もし手元になければ、委員会の方に資料として提出いただければと思いますので、お願いいたします。後ほど、小島政務官。はい、ちょっと手元に持ってないですから、後ほど提出します。尾辻君。では、委員長、そのようにお答えをお願いいたします。はい、ですので、一体いくらのお金を使って何枚作って、そして今何枚配布されたのかということが、まずちょっと分かるようにしていただきたいということが一つで、契約書について、これもですね、昨日いただいたのは令和元年度予備費で契約した契約書をいただきましたけれども、令和2年度予備費で契約した契約書については結局出てきませんでした。これはまた出していただけるかどうか、もしあればまた委員会の方に出していただければと思いますが、いかがでしょうか。厚生労働大臣、小島大臣さん、はい、今聞きましたので、これは後ほど出します。尾辻君。はい、ありがとうございます。で、それと令和元年度分のことを見るとですね、実は単位ですね、何枚そこに作っていただいて単価がいくらだったのかというところが実は黒塗りで出てきません。これではですね、本当にこの随意契約ですから、これ、その契約が妥当であったのかどうかということがちょっとこれ分かんないんですね。で、今後、同じような事態があるかどうかというのはちょっと分かりませんけれども、例えば他社さんがそこに参入できるのかどうかというようなことを考えた場合に、この単価と枚数がどれぐらいで納入しているのかという状況をわからないと、これ全くのブラックボックスになってしまうかと思いますので、ぜひここの黒塗りは外していただきたいと思います。いかがでしょう。小島厚生労働大臣政務官。お答えいたします。私も厚労省にいましてですね、各ですね、医療用の装備品についてですね、逐次、チェックをしております。例えばですね、長くなりますけれども、サージカルガウンですよね。いいですか。それはですね、またちょ整理して報告しますけど。尾辻君。じゃあ取っていただけるということでよろしいでしょうか。
はいはい、小島大臣政務官。委員長、これもですね、全部内容を申し上げたいんですけれども、他の企業の、契約との関係もありますので、差し控えさせていただきたいと思います。ただ私もですね、秘書の方でですね、逐次その単価について精査をしているところでございます。尾辻君。要はですね、私たちがではその随意契約が本当に、相場に合わせてとか、妥当であったのかどうかというのが、これ検証不可能になってしまうという問題があります。原資が税金でございますので、やはりこの黒塗りは外していただきたいと思いますし、皆さんがおっしゃる理由、昨日も聞いていると、今後の布マスクの調達や企業活動の影響を及ぼす恐れがあるため会場を差し控えるという理由になっているんですね。ただ、じゃあこの理由が情報公開法の第5条の2の意に当たる、公にすることにより当該法人とまたは当該個人の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害する恐れのあるものに、私これ該当しないと思います。ですので、外せるかどうかちょっとやはり検討いただきたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。はい、厚生労働小島大臣政務官。尾辻先生委員のですね、ご懸念はよくわかります。ただ私たちもですね、要するにですね、調達に関してですね、あまりでもね、法外な単価ではいけないということでですね、きちっと内容を精査しますけれども、それぞれですね、各納入業者との関係もありますので、単価については差し替えたいと。よろしくお願いします。尾辻君。ちょっと納得はできませんけれども、これやっぱ分からないことになると、税金の正しい使い方として検証できませんので、外していただきたいということを改めて要望しておきます。次に契約内容が適切だったかということについても、お聞きしたいんですが、この私がいただいた令和元年度予備費で契約をした契約書をだいたい読むとですね、少しばらつきはあるんですが、審議誠実の原則があって、検査の項目があって、貸し担保の、項目があると。ただ一社興和という会社に関してだけは、貸し担保についても非常事態への対応として実施されることに鑑み、納入原品について隠れた貸しを発見した場合であっても、オツに対し責任を追及しないという、こういう項目が入っております。さらに一般的な契約である、つまり不良品を納品をするということは誰の責任かというと、メーカー側、製造者側、つまり、あちら側の責任として、正しいもの、製品、しっかりした製品を納入していただくのは当たり前のことなんですね。で、この契約ではそれを担保できないんじゃないか、そういう契約をしてしまったんじゃないか。で、普通ある損害賠償請求もないので、これ不良品が納入されても損害賠償ができない、こういった契約は適正なんでしょうか。委員長。小島厚生労働大臣政務官。お答えいたします。尾辻委員のですね、ご指摘のことについてですね、私も実はこれを調べてみました。で、一社ですね、そういう規定がなかったんですが、一番最後にですね、いわゆるそうしたですね、もし瑕疵があった場合にはですね、きちっと両者で協議しましょうという、実は一文が一番最後についておるんです。で、他のですね、業者と比べてですね、なんでないんだという、全くおっしゃるとおりだと思うんですけども、私もそのことは同感なんでですね、今の契約を見てみました。で、最後にですね、そういう情報を、さっき申し上げたように問題があった場合には協議するとなっているところでございます。尾辻かな子君。不良品が入った場合に、本来は、正しいというか、良品を入れていただくというのは当然の、契約行為だと思います。今回の契約でそれが担保できますでしょうか。小島大臣政務官。お答えいたします。それはもう当然でしてですね、きちっと先ほど申し上げたんですね、条項も、条項か枠外にありますからですね、それを基づいて、もし不良品がありましたら、きちっと
そういう責任といいますかね、お話をしたいと思っております。尾辻かな子君。ということは、損害賠償請求はないけれど損害賠償請求はできるというふうに、そしてこのことに関しては請求されるということでしょうか。あ、止めてください止めてください私の時間が。小島大臣政務官。はい、その通りに、きちっと対応としてと考えています。小辻かな子君。はい、あと、今話題になっている再検品の費用のことについてもお伺いいたします。実は、4月23日に、高和と伊藤忠というマスクの納入のところが未配達分は自ら再検品するというふうにプレスリリースをされました。ところが同じ4月23日に、政府はですね、宮岡という会社と、8億円で検品の契約をしている。でこれ、まあ、8500万枚と私聞いてるんですけれども、でちょっとね、だから今会社は会社で再検品すると言っているのに、政府は政府で8億円で8500万枚を検品しているという、これなんか二重になっているような気がするんですが、さらにちょっともう時間がないので、この再検品の8億円というのは本来先ほど申し上げたきちんと契約されて納品されていればかからなかった費用じゃないかと思うんですが、このあたりいかがでしょうか。小島大臣政務官。お答えいたします。まさにですね、このマスクはですね、国民の方々がですね、しっかりですね、不安を解消していただくこと、そしてですね、一日も早くですね、マスクを届けたいという角度からですね、このことを取り組んだわけですけれども、今のですね、申し越しのですね、件につきましてはですね、メーカー側に対しましてですね、求償権を増えましてですね、今後を検討していきたいというふうに考えています。全くですね、8億円出し切りということはないようにですね、しっかりとこれから落ち着きましたらメーカー側ともですね、協議していきたいというふうに考えております。尾辻君。私その宮岡との契約書で8億円というのを持ってるんですけど、これを破棄するということですか、今おっしゃったのは。宮岡さん、再検品する業者と8億円の契約書というのはもう手元にいただいております。で、野党側にもさまざまなペーパー出ておりますが、これを今政務官は、見直すと、8億円かからないようにするとおっしゃったわけですが、それでよろしいんでしょうか。小島大臣政務官。小島大臣政務官。8億円が今前面に出てますけどですね、検品をしてみてですね、枚数によってですね、実は8億円を下がる場合もあるわけですね。でもそれにしましてもですね、再度申し上げますけどですね、やはり基本的にはやはりメーカーが受けてメーカーが検品をして納入するのが当たり前ですから、そのことはきちっとですね、踏まえてですね、これからことがですね、一応収まりましたらですね、納入業者とですね、しっかりとそういう面で、求償権についてもですね、含めて検討していきたいと思っております。尾辻かな子君。要はこの8億円は本来いらなかった8億円であると。でそれはまあ議論していくということですから、本来かからなかったものをかかっているということについて、そしてそれは私はもう結構です、私はもうやらなくて、そして町にはマスクがあるわけですから、もう、そろそろですね、マスクの配布というのを中止して、その分のお金はもっと必要なところや第2波第3波に向けての準備のことに変えるべきだと思います。で、ちょっと今日会計検査院に来ていただいてますので、検査院にもお伺いしたいと思いますが、今回の、不良品に対する経費追加としての検品などですね、本当にそれが会計的に無駄のない適切な契約で、一番効率的に目的達成されたのかということをですね、本件契約一連の会計処理が終わった時点でやはり検査院は、検証しなければならないと思います。災害のような、今回の状況だからこそ、いろんなものがいい加減になっていないのか、おざなりになっていないのか、これは会計検査院としてしっかり検証検査すべきだと思いますが、いかがでしょうか。会計検査院篠原第二局長。
会計検査院はこれまで厚生労働省が実施している業務にかかる支出等の会計経理について合規制、経済性、効率性、有効性の観点から幅広く検査を実施し、その結果を検査報告に掲記するなどしているところでございます。委員お尋ねのマスクにかかる契約を含む厚生労働省の会計経理につきましては、国会でのご議論等も踏まえ、引き続き適切に検査を実施してまいりたいと考えております。尾辻君、はい、検査検証をお願いしたいと思います。で、政務官の最後に、もう私はですね、これ配布中止すべきだと思うんです、ね、ここを見渡してください。アベノマスクをしていらっしゃる方いますか。配布されたマスクがやはり今もう不織布のマスク出てますし、手作りで布マスク持ってらっしゃる方もいます。という意味で言うと需要の部分もあまりもう今ない状態ですので、今この状況に至ってもう配布をする理由がなくなっていると私は思います。ですので、ここはやはり政治判断として政務官ぜひもう配布を中止していただきたいと思います。いかがでしょうか。小島大臣政務官。お答えいたします。私も厚労省いましてですね、まだまだですね、先生おっしゃるんですけどね、非常にですね今全体的にですね十分に行き立てるということは、私は まだそのようには考えておりません。そういう中でですね、一応まあこう今下がったんですけどね、今後もしこういう、まあ、もしじゃなくて緊急事態が解除されてですね、また今度もう一回ね、韓国にですね再度2波が3波が来るかもわからない、そういうことを考えればですね、やはり、しっかりですね国民の方々にですね、安心安心のためにですね、そういう一日も早くですね、まあ、マイクマスクをお届けするということは、まあ、私たちのですね施策目的としてしっかりと進めていきたいというふうに考えております。そういう状況です。尾辻君。ちょっと、まあ、まだ配られるということで非常に残念です。もう配布中止していただいて、そのお金は、さっきおっしゃった第3波とかに来る時の不織布のマスクの備蓄に回すなりできると思います。ご検討ください。